がとうございます。今日は朝からご機嫌斜め、ご不倫坊のトラさんだったり、後片付けは苦手だけど、お皿洗いのアライグマにもなる。どこでも眠る、それが特技さ。いつも寝ぼつけ小腹になったり、強そうだけど弱虫なのさ。ハリセンボンのハリネズミにもなる。心の動物園はいろんな動物が光るぴょんぴょん住んでいます。どれが本当の自分なのか決めようとしてたけど、どれも私なんだ。ちゃんと抱きしめて愛情を注いで、ならばきっともっと分かり合えるはず。一人ぼっちで家にいるとき、寂しんぼうのうさぎになったり、君が何かに怯えている。時は強がりライオンにもなるよ。嫌いな動物は消してしまいたいと思っていたけど、それも私心の動物園という曲でした。